どうも皆さんこんにちは、沢口一世です。なんと今日沢口一世19歳になりました。ありがとうございます。はい、ということでですね、こういうなんか座る系の動画ってのはお久しぶりなんですけれども、沢口一世ですね、今日7月12日でですね、19歳の誕生日ということで、この動画上げさせてもらうんですけれども、いやまあ今回の動画はですね、まあ19歳になってて報告の動画なんですけれども、まあちょっと抱負というかもうちょっと語りたいなと思いまして、まあね、やらせていただいてるんですけど、まあ18歳はですね、やっぱりこう新型コロナウイルスの影響で、僕の思い通りの活動っていうのがちょっとできなかったな年だなとは思ったんですけれども、自分はどうそれをこう転換していい方向に持っていけるかっていうのをちょっと考えた結果、まあ、YouTube の動画だったりとか、17ライブっていうアプリケーションで、まあ、ライブ配信したりとか、そういうネット系で僕の歌をこう皆さんに発信するという形を取らせていただいてたんですけども、ありがたいことに結構反響もいただいていて、まあ、このままコロナがまあいつ終わるとかはまあ分からないですけど、まあ、できる限り早く僕もこう実際生で皆さんに会って歌だったりお話だったりっていうのができたらなと思っているので、19歳はですね、まあ、叶うかどうかっていうのはもう僕次第というよりかはもう今の社会の情勢次第なんですけれども、コロナが収まれば歌のステージとかもやっていけたらなと思いますし、それに伴ってこう皆さんともっとこう接触できる機会っていうのを増やせていけたらなと思っております。で、19歳はもうより一層こうネット系を強く、でもしコロナが収まってこう自分のこうステージをできるようになったとしても、ネット系のやつも続けて、より多くの皆さんに僕の歌を聴いていただけるようになったらなと思ってまして、一応それを目標にですね、19歳の年も頑張りたいなと思っております。はい、まあ、19歳の年もですね、まあ、コロナに負けずに僕の歌っていうのもいろんな形を通して皆さんに発信できたらなと思いますので、19歳もですね、皆さんどうか応援していただけたらなと思います。まあ、ちょっと今回はこういう感じの動画になってしまったんですけれども、まあ、一応ご報告ということで、この動画作らせていただきました。まあ次回以降もですね、しっかり楽しい歌の動画だったりとか話す動画だったりとかたくさん上げていけたらなと思ってますので、ぜひとも YouTube チャンネル登録の方はチャンネル登録、そして高評価もですねよろしくお願いしたいと思います。ということでですね、今夜はケーキを頬張って寝たいと思います。沢口一世でした。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。